今日は一人サルト。本日の企画は、有名人が来ると伝えたらメンバーはどんな服装で来るのかドキー。イエーイ。この企画はおこプレさんの動画でしていた企画でございまして、見てて、何これ面白い、メンバーにしか出たいってめっちゃ思った企画なんですよ。やっぱり有名人さんとか自分の憧れる人とかってやっぱり会いたいじゃないですか。だからそういう夢をみんなに一瞬でも見せてあげようかなって思ったソルちゃんの優しさでございます。本日仕掛けていくのは、はるか、もちの、レイファン、マイマイ、この4人でございます。あれ、ひーちゃんが足りないなって思うじゃないですか。ちょっとプチドッキリ仕掛けてるんですよ。メンバーのその5人にはですね、君たちの憧れる人、好きな人が来るよって伝えてるんですよ。でも唯一ひーちゃんだけ、あのめちゃくちゃ早い、今のもうすぐ来るんかな、あ、もうすぐ来る、今ぐらいの時間を伝えていましてね、ひーちゃんはすぐに来てくれるんですよ。なので、あのひーちゃんにはプチドッキリで、メンバーの残り4人には本ドッキリみたいな感じです。そろそろひーちゃんが来る時間と思うんですけれども、待っていきます。まずひーちゃんを、おはよう、いる、いるってこと、まあ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 、あ、まだ来てないってこと、なんでやめてよ、めっちゃいい衣装着てるやん。え、ちょっと今日女の子らしくし、女の子らしい、あ、もう回してんだ、はじめまして、はじめましてとかいいから、え、ね、いつ来んの、え、誰待ってるの、え、田中圭さん待ってんだけどさ、田中圭さん、え、知ってるでしょ、え、いつ来んの、やばいんだけど、どうしよう。本日の企画は、憧れる人が来ると伝えたらメンバーはどんな服装で来るのかだけ。来るわけねえじゃん。まあひーちゃんにはミニドッキリ、プチプチドッキリ、どういうこと、意味わかんない、まず理解できないし、ソルトが見たかったのは、その憧れる人というものが来たらどんな服装で来てくれるのかなっていう、めちゃくちゃ女の子、うざい、普通にお前本当に悲しい、だからね、ひーちゃんには手伝ってもらいたくて早くに読んだんですよ、私は。どうすんの、はい、みんなにかけるって話、あの、はい、あのワクワクして入ってくるじゃないですか。カメラは回ってて、待たせるって、ここで目隠しして待たせるんですよ。そういうことね。目隠ししてもらってもいいですかって言ったら、ひーちゃんがちょっと誘導するの、ここにいるから、こうやって、こう、はい、そうそう、うわーってなって、あの喜びを味わえるっていう、かわいそうじゃあやっていきたいんですけれども、はい、その前にお知らせがあります。8月4日 KTZ 横浜さんにてステミレイズさん復活祭があります。概要欄にチケットの方はありますので、皆さん絶対にゲットしてってください。お願いします、お願いします。それではやっていきましょう、ポンポン、なんでそんなそろそろなの、まだいないよ、え、めっちゃ今日そんなよそよそしいの、もう作ってんの、いや、違う、なんかさ、ちょ、え、なんて、なんか緊張しちゃう、早くない、まだいないからね、結構前からずっと来ちゃったの、え、ちょっとあの、ビジュ大丈夫、あ、大丈夫大丈夫、あ、ちょっとカメラで飛んでるかも、こっち、やばいやばいやばい、じゃあ、そろそろ、え、サプライズ、サプライズ、目隠し、前も目隠しして外したらもうよくおる、じゃあ、え、待って、ちょっと心の準備させてほしいな、いいよ、連れてこよう、そう、チャンスをね、あれ、入るから、ちょ、待っててね、やってくるから、ね、面白かったですね、前隣いるよ、もう、はい、ですね、ですね、見える、あ、どうぞどうぞどうぞ、まあ今大丈夫？おお、いやー！あ、ごめんなさい、声が出てしまう。まあ今ちょっと騒ぎすぎやって。なんか、どこ行って？握手、握手に行って。あ、なんか暖かいですね。ぬくもり感じます。ありがとうございます。え、自分で外せそうですかって言ってるけど。え、外していいんですか？自分で外せる？なんか、よかったら外しましょうかって、外してほしい、外して、ファンなのこれ、一応 YouTube 撮ってるからね、あ、はい、忘れないでね、はい、外してほしい、3、2、1、見て、ちゃんと見て、イエーイ、ってことで本日の企画は、有名人が来ると伝え
しましたでかすぎる、まあ、いつかできるといいね、はい、いつか本当にお願いします。お願いしますということで、マイマイへのあのドキリはめっちゃ成功したんだよね。大成功、めちゃくちゃウィーってなってたよ、ね、すごいあんな感じでいいんだね。ね、じゃあ次のメンバーを待っていきましょう。はい、私は朝日から呼び出しといて何事を許すわけがないよ。働かせる気あんたたち、働かせる気ね。誰、いちごの王国から来てる。いちごじゃない、どう考えてもベルトリキューで、いちごやドバイから、ドバイシンガポールから来たのよ、私は。今日会えるでしょ、今日会えるでしょ、今日会えるでしょ。一応あの、ね、アポ取って本当に、うん、頑張ったよな。あ、頑張ったよね、うちら。アレン様に会えるとお聞きしたので、あの、うん、ちゃんとしたお洋服を着てまいりました。私喋り方どうにかなんない、もうこの喋り方はアレン様の前だともう違うんです。私別にまだ前にしてないから。でもこれからいらっしゃるんでしょ、アレン様大先生が。喋りにくい、アレン様大先生が、はい、大先生が、はい、こっちこっちの方座って、大呼んでくるから、そう、心配しよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう、じゃあ、メガネして、命日かもしれない。大好きさまっす、アレン様大先生。あー、なんかファビュラスな、まあ、匂いまでいいの、やっぱり、やっぱり匂っていいですよって、直接。あ、いいですか。どこまででもいい匂いなんですね。もうアレン様に人生を救われました、本当に。もっとなんか大好きさまっす。中身ねえな。それしか言えない。ちなみにあのこれすごい、あのここカットでいいんでちょっと聞きたいんですけど、どこら辺でパチンコの方打たれてるんですか、パチスロの方。すごい、私それずっと気になってて、歌舞伎町だって、歌舞伎か、すいません、ありがとうございます。ちょっとあの待ち受けにして、今度私も打たせていただきます。打つな、打つな。とりあえずアクシデントしてって言って、握手どうぞ。どうしよう、ちょっと待って。あ、意外と意外と小柄なんですね。かわいい、あなたもかわいい。今日から幸せな人生を。あ、触られた。え、でもあれ様大先生もね、大きいからね、ちょっと触ってみてもいいですか。え、いいですか。いいって今いいですか。おしゃってる。待っててもらってる、うん、ああガクト様に見合う女にならないとってことですか。何分後くらいに来られるの。もうすぐ、うん、もうちょいよ、もう待ってる、うん、なら、そうそう、だからこれつけて、あの動画あえたらあの格付けいや一生懸命写真にしたら格付け、格付け、え、確かにお揃いやって呼んでくるね。待っててね。かっこいい。今ちょっと一回ちょっと黙ってもらってるんだけど、え、ちょっとガクト様が触ってくれてんの。これはそう、ガクトさんの手が持ちのに触れてる。いいですか、そんなこと。あ、まあ、ダメだ、オタク感出ちゃってるわ、ダメだ。握手いいですか。あ、おいおい、あ、ごめん、好きすぎて、すいません。すいません。さすがに失礼だよ。さすがに、あ、ごめんなさい、そうだよね、初対面だし。うん、怒ってるよ、怒ってる、あ、ごめん、レディ怒ってごめんねって。え、ほっぺたふわふわしてる。ハグ、最後にハグ、あ、ハグ、なんかちっちゃくね。え、なんか、え、なんかブラつけてる、この、え
やる気満々だったよ。あとで、その後ね全部映ってますから。いいか、頑張ろう。いつかお会いできるんで、頑張ろうな。ガクト、ぜひぜひ、それだけ一言。違うわ、いけえな。葉っぱ、葉っぱって何、どういう、キュウリ持ってる。会えるって聞いたから。いや、会えるって聞いた。うん、いや、うん、あるけど、あるって言ってその格好ない。やすこ、やすこ、やすこさんでしょ。やすこさん、やすこさん、会えるか。え、でもなんかこの帽子があったんだけど、うん、迷彩なんて下なくて、あー、だからこうちゃんとしてもなんかもうちょっとさ、あったやん。え、よくない。ちょっとこれさ、大変なんだよ。会えるだけこの感なんだって。じゃあ、うん、呼んでくるね。じゃあ待っててね、ちゃんとおとなしく、うん、うん、お願いします。え、いるの、います。今隣にいらっしゃる。こんにちは。触ってる、いますか。これ脂肪、本当の脂肪ですかって言ってんの。うん、聞いてる。タオルです。はい。はい、やっときます、一緒に。じゃあやってくれた。せーの、はい。本当に、うん、今やってくれた。キモいキモいキモい。大丈夫。え、細いですね、思ったより。細い。でも私のお腹もこっちなんで。あー、ブリブリしてる。目隠し外していいのか。いいの。え、本当に外すよ。これも外していいの。あ、いいっておっしゃってるわ。せーの、はい、はい。怖い。やだ。うわ、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 怖い。怖い。ということで、本日の企画は、有名人がいると言ったらどんな格好で来るのかの時。はい、はい、はい、違うよ。はい、違うよ。ちょっとワントーン低い、2人とも。でも、ね、ずっとそれと言ってたんだった。なんか風邪ひいてんのかな。本当に好きなのね、はるか。会えるように頑張ろう。それも会えますか。頑張ります。お願いしつつ、そうそう、あの、本当にやすこさん大好きなので、いつか会ってください。お願いします。はい。もうすっごい絵になっているけれども、はい、この動画が面白いな。みんなもこんな有名人さんに会いたい、こんな人に憧れてるよって方がいたらコメントとかしてください。ということで、本日の動画がいいと思った方はチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。また明日の動画も見てください。バイバーイ。